あ、もしかして水木？え？やっぱり水木だ。こんなところで会うなんて偶然だね。会う？あんちゃん、待って。あ、おい、急に走るんじゃねえよ。お？お羽ちゃん、それに弟くんに東也くん。あ、秋山さん、文化祭の時はいろいろ気を使ってくれてありがとう。ああ、いいっていいって、気にしないで。秋山か、夏祭りぶりだな。最近はあまり見かけていなかったが、元気だったか？うん、元気だよ。っていうか、みんな揃ってどうしたの？私たちはイベントやってきて、その帰り。あれ？そっちの人たちは？ああ、前にちょっと話した音楽サークルの子たちだよ。今日は曲できたから打ち上げしてたんだ。そうだったんだ。はじめまして、水木のクラスメートの白石杏です。あ、どうも、宵崎奏です。朝比奈真冬です。わざわざ丁寧にありがとう。つうことは、やっぱりいたか。ちょっと、なんで嫌そうなわけ？エナさんもいらっしゃったんですね。お前、なんでこんなところにいんだよ。それはこっちのセリフなんだけど。もしかしてこの人がアキトのお姉さんなの？ああ、一応な。ちょっと、一応って何？こっちは生まれてからずっとあんたの姉なんですけど。二人はほんと仲良しだね。どう見ても仲良くねえだろ。はじめまして、お姉さん、会えて嬉しいです。アキトからはよくお姉さんの話聞いてたんで、会ってみたいなーってずっと思ってて。あ、うん。お、エナがアンの陽気っぷりに押されてる。うるさいな。あ、っていうか打ち上げの途中だったのに急に話しかけちゃってすみません。ああ、そこは気にしないで大丈夫。私たちもちょうど解散するところだったから。じゃあちょうどいいな、俺たちも帰るぞ。ああ、その前に、せっかく会ったんだしちょっと聞いていい？はい、何ですか？白石さんって瑞希のクラスメートなんだよね。だったら、学校での水木がどんな感じか教えてくれない？え？水木のことですか？ちょっとエナ、なんで急にそんなこと聞くのさ。いいでしょ？水木だって、いつもこっちのこといじってくるんだから。たまにはネタの一つくらい教えてもらわないとね。学校での水木は、あ、いつも自由人って感じですね。授業も出たり出なかったりで、でもそれなのに成績がいいから本当羨ましいですよ。ま、よくサボるからいろんな先生にこってり絞られてますけどね。もう、あんてば、そんなことまで言わなくてもいいじゃん。っていうか、水木って成績いいわけ？すごい意外なんだけど。はい、テスト前に来た時よく教わってたんですけど、水木、教えるのも上手いんですよ。そうなんだね、すごいな。頼もしいね。なんか照れるな、もう。